歓迎って雰囲気じゃなさそうね。パパッと片付けちゃいましょう。来い。あれ、そこにあって視認しました。追いかけましょう。邪魔なものは壊して前へ若さの特権よね。いくら来ても変わらんわ。壁も体当たりで壊せたらいいのに。なんだか変わった部屋に来たわね。とにかく先に進んでみましょうか。スネが流れ落ちてる。でもそ
その向こうに道が、流れをせき止める方法があるのかしら。これはスイッチ。寒さが体に触ったのか、少年の体調は徐々に悪化した。部屋を見回すと、ガラクタの奥に薬瓶らしきものが見える。瓶を手に取ってラベルを見ると、中身は猛毒のガス兵器だ。男は少年のために薬探しを続ける。壁際に散乱するガラクタの先にも倉庫が広がっているようだ。棚に並ぶ瓶を手に取り、少年が待つベッドへと戻る。受け取った薬瓶を見て、少年がクスクスと笑う。
空の瓶じゃ病気は治らないよ。男はキョトンとした顔をする。そうだと声を上げ、何かを思いついたように少年が立ち上がる。少年は瓶の中にろうそくを入れ、ランプに変身させた。そして小さな声である歌を歌い始めた。勇者は剣を抜く。己の意志の力で世界に満ちる暗黒が行く手を阻もうと、恐怖に支配された民を救いの光で導くために。それは勇者が民を思い魔王に挑む歌。温かに揺らぐランプの明かり、男はじっと考えている。ありがとう。男の中にあるはずもない言葉があふれた。キョトンとした少年の顔が一生分と思える笑顔に変わる。凍えるような部屋の片隅で彼らは今同じ体温を感じていた。私の処理も手慣れてきたわね。いいわ、この調子で進みましょう。